あっそ。はい、お疲れ様です。東区湾でございます。いつもご視聴ありがとうございます。と今週のバス釣り霞ヶ浦長江なんですが、とまず今回はですね、霞ヶ浦本港になります。で、まあ、ここですね、まあ、すごい有名なポイントでもありますね。で、この日はですね、風もあまり吹いてなくて、これすごい暑かった日ですね。気温、水温とも24度、25度ぐらいあった日だったと思います。で、このポイントって、どちらかというと、こう、東側から風が吹かないと、あまりなんか釣りにならないっていうイメージですよね。で、まあ、これ見ての通り、足元これ、なんか下、見えちゃってますよね。まあ、減衰プラス、まあ、風もなく、暑かったっていう日でしたね。はい、次はですね、小野川ですね。久々にやってきたポイントですね。ここはですね、今右の方に見えてる杭とかの他にも、隠れた杭とかもね、結構あるとこですよね。まあ、でもここもですね、結構人気ポイントっていうこともありまして、かなりね、プレッシャー高いとこでもありますね。そうですね、ここのポイントに来たら必ずね、みんながやってるとこって多分ここだと思うんですよね。まあ、この左側に、今左側に見えるブッシュの間とかですね、通すとバスがいるかもしれないですね。あと、この日はね、結構暑かったですよね。 T シャツ1枚でやってましたね、上は。この鉄杭のとこについてるバスとかね、そういうのを狙ってます。まあ、若干こうね、流れはあるんですよね、これ。ここなんかこう出そうですよね。バズベイトで巻いてるんですけど、ここでこうポコってね、出てくれればいいんですけどね。まあ、なかなかね、うまくはいかないですよね。まあ、今はね、ミスキャストで本当はね、ここ真ん中通したかったんですけどね。次はですね、野田長川ですね。ここですね、この見ての通り、いつも茶色っぽい色ですよね。で、以前釣れた時ですね、去年ゲイリー山本のバズベイトで釣った時あるんですけど、その時ももう水こんな感じだったですね。で、次はですね、流入河川に来ました。ここ僕ですね、ちょっと川の名前ちょっと分かりません。
結構ね、縦ストっていうんでしょうかね、コンクリートご飯で結構良さそうなんですけどね。と次もですね、これ野田長川ですよね。本当はですね、ちょっと違うところでやりたかったんですけど、まあ、野田長川ですね、ちょっと人がいっぱいいたんで、すぐ撤収って感じですね。で次ですね、まあ、自宅から一番近い信方干拓ですね。もうガキの頃からもういつもやってたようなポイントですね。で次はですね、北利根川ですね。前回の動画で北利根川、あのでっかいナマズを釣りました。あんまりここまで釣れないと今日もナマズでいいななんてね、思っちゃったりしますよね。でもアメリカナマズもなんか釣れなくなってはいますよね。でまた信方干拓ですね。で使ってるルアーはですね、ヘドンのラッキーサーティーですね。このポコポコっていう捕食音っていうんでしょうかね、それいいですね。と次は堀割川ですね。これ通勤前に来たところになります。これもですね、雰囲気良さそうですよね。あの向かいの垂れ下がってるカバーのところに、まあ、本来でしたら、まあ、バックスライド系とかそういうのはね、いいんでしょうね。ここは向かい側にカバーがあって、こっちの自分がいる方はこういった感じで鉄杭とかですね。あと僕が今巻いてるところが、自分が立ってる側がその護岸沿いがシェードになってるんですよね。でこれもですね、堀割川になります。これちょっとね、違う日に行った時の映像になります。と本当はですね、もうちょっとこれ右側の方の橋の下でやりたかったんですけど、この日もね暑かったんですよ。橋の下で涼みながらやろうかなと思ったら、ちょっと先行者の方がいらっしゃったので、ちょっと離れたところからやってます。と次は外中浦ですね。これ風的にはもう本当にいいんですけどね、もうちょっと風が緩い方がいいかなって感じはしたんですけどね。ここ最近ですね、ここで釣れたっていう YouTube 動画多いですね。ある一つはそのまあルアー、結構有名なバスプロが立ち上げたメーカーの公式 YouTube と、あとは、まあ、一般の方なんですけど、まあ、釣ったやつが動画になってますね、ここ。まあ、この近くにね、ちょっと水門があるんですけど、左側の方ですね。やっぱそこね、やっぱ釣れるんですよね。この水門もね、結構釣れるらしいんですけどね、僕はちょっと狙ってるところがちょっと違かったですね。で次、与田浦ですね。与田浦と言ったらもうこの千本食い
ですね。これ最初のうちはね、そうよし今日は釣ったるでみたいな感じでね、一本一本こう丁寧に打ってるんですけど、だんだん適当になってきて、スピナーベイトで結局ガーって巻くだけになっちゃったりねしますよね。あと意外にここ水深結構ありますよね。 1.6 くらいありますよね、ここね。とまた移動しました。とここですね、まあ、同じ淀だらけになります。ちょうど僕が立ってる側がですねシェードになってるんで、なかなかこう雰囲気はねいいんですけどね。上手い人だとこの橋桁の奥とかねスーって投げる人いますよね。ここはですね、僕が立ってる向かい側のこの小田が沈んでるとこですね。そこがやっぱり釣れるポイントでもありますね。今ですね、とルアーは、まあ、いつもスピナベ使ってるんですけど、シャットを使ってます。イタコ釣り具センターの福袋に入ってたやつですね。デュオのレアリスロザンテですね。いやここ風も抜けて結構涼しかったですね、この日は。かわいいな。はい、ちっちゃいですけどね、なんとか釣れました。